殊ギアの歴史、スプラ主題にしかない特殊ギア参戦。カムバやステジャンのような 1.0 しか付けれない特殊ギア、1から2ではかなりリストラされたので解説。1つ目、恨み。相手にキルをされるとその相手にセンサーをつけるギア。当然使われなく、その後の強化により自身にセンサーがついている時のみ攻撃防御ひとすくギアが20ギアパワー分付与されるようになりました。まあそれでも使われなかったけど。2つ目、マーキングガード。その名の通りポイセンなどのセンサーの時間を短くするギア。プラ初代初期はセンサーが12秒間もつく仕様だったため、 1.0 つけるだけで4分の1の4秒まで抑えられる巻きガが必須ギアでした。その後効果が4分の1から2分の1に弱体化され、今度は全く使われなくなりました。3つ目、ボムサーチ。相手のボムを吹き出して教えてくれるギア、トラップ対策ギアでした。まあもちろん使われなかったので、その後アップデートによりクイボは 20%、 それ以外のサブは 40% 爆風ダメージをカットできるようになりました。まあやっぱり使われなかったけどね。シキルソー X 隊ロロイドがお送りしました。